何もできなかったんだ。あの時の僕には何も。うわあ！夢か。問わねえ。俺は一体ヒイラギは？こっちよ、時坂君。無事だったのか。ええ、なんとかね。大丈夫？ひどくうなされていたわ。ああ、なんだか妙な夢を見ちまって。トワ姉が俺たちを運び込んでくれたのか。うん、二人とも神社の敷地に倒れてたの。おじいちゃんと一緒になんとかここに運び込んで。どうやらここまで転移してきたみたいね。あの時の時空の歪みに巻き込まれて。なんだよこれは。コウ君、何度見ても信じられない光景だわ。ここまでの異界化が起きてしまうなんて。俺は夢でも見てんのか。これじゃまるで10年前と同じ、いやそれ以上じゃろうな。じっちゃん、この森宮氏は今隔離をそのものと化しておる。おそらくあの巨頭、かつて動力波頭だったものを中心に異界化が起きたのじゃろう。 あれがアクロスタワーだって。待ってくれ、あそこには。こっちゃん、お願い、早く街から逃げて。あれは一体何なんだ。最悪の箱、パンドラ、そう呼ばれるものさ。久しぶりじゃのう。何十年経っても変わらぬな、お主は。君の方こそ。じっちゃん、知ってるのか。昔ちょっとした縁でな。さてレムよ、パンドラとは何じゃ。あれは塔の形をした
じれば蓋が開かれ、世に災いが振りまかれる。君たちが想像できないほどのね。まさかあの東京明細のような。いや、多分それすらも比べ物にならない。この小さな島国くらいなら全てを巻き込んでしまうだろう。夜が地上を飲み込むようにね。日本の危機というわけか。どうすればいい？どうすれば止められる？コウ君、簡単なことさ。かの箱にいる元凶を滅ぼせばいい。今までの迷宮と同じくね。いずれにせよ XRC の延長ってわけだ。だったら確かにやることは同じだな。なんとか他の連中と合流して体制を立て直して、あのデカブツに乗り込むしかねえってわけだ。行こうぜ、ヒイラギ。時坂君。ええ、もちろんよ。二人とも。さすが君の血を引くだけはあるね。ここまで無鉄砲ではなかったつもりじゃが。それじゃ、見届けさせてもらうよ。君たちの選択がどんな因果を導くのか。お主らが眠っておる間に少々町の様子を見てきてな。あのパンドラとやらにも可能な限り近づいてみた。どうやらかの塔の前には巨大な結界が張られているようじゃ。力ずくで突破するのがまず不可能なくらいのな。おそらく鍵となるのは町に現れた三本の柱じゃろう。地脈を探ってみたが、それぞれの柱から塔へと莫大な霊力が流れ込んでおるようでな。それが塔を守る結界を生み出しておるらしい。なるほど。要は柱ってのを何とかすれば塔への道が開けるんだな。可能性は高いはずじゃ。場所は駅前広場と蓬莱町、そして森宮記念公園の3カ所。まあこの市内の現状ではたどり着くのも容易ではあるまいが。感謝します。ようやく状況がつかめました。しかし地脈だの結界だの、やっぱりじちゃんも異界に通じていたんだな。まあ清十郎とも長い付き合いじゃからな。お前たち XRC の活動も陰ながら見守らせてもらっていた。そうだったんだ。10年前も東京都心で夕闇との戦いに参加してな。多くの犠牲は出たが、二人の孫がいる森宮を守れたのはわしの密かな誇りじゃった。お前さんのご両親もきっと同じ思いに違いあるまい。はい。じっちゃん。おじいちゃん。しかし今回の異変についてはわしも清十郎も全く予期できておらんかった。夕闇の落とし子とは異なる真の元凶がいた。そんなものが今まで影も形も見せずに潜んでおったなど
正直信じがたいくらいじゃ。それはいずれにせよ俺たちのすることに変わりはねえ。俺と柊、そして XRC の仲間が揃えばこの危機も乗り越えられるはずだ。ええ、そのためにも今はみんなを探さないとね。三本の柱を目指しつつ彼らの情報を集めましょう。あくまで前に進むかならばもはや何も言うまい。己と仲間を信じて進むがよかろう。ゴー君、アスカちゃんもとりあえずこれを持って行って。これは？問わねえ。顧問としてこのくらいしか用意できないのはちょっと歯がゆいけど、私も準備を済ませたら学園の方に向かうつもりだよ。気をつけてね、二人とも。はい、先生もお気をつけて。ありがとな、行ってくる。町の人たちが避難してきてるみてえだな。ええ、市街にもグリードが徘徊し始めているそうよ。普段通り市街を歩けるとは思わない方がいいでしょう。ああ、電話やネットも全く使えないみたいだしな。とにかく出発するとしようぜ。国防軍の基地でも現れた。ええ、どうやら塔から伸びてきているものみたい。東京迷彩の時も似た現象が起きていたけど。そうなのか。ともかくこの神社は聖域になっているみたいね。その異界の正気もこの中までは及ばないはず。時坂君のおじい様がいれば当面心配はいらないでしょう。ああ、そんじゃあまずは近場の森宮商店街に行こう。何があるかわからねえ。十分に警戒していくとしようぜ。ここにも文様と正気、やはり市内全域に伸びているみたいね。商店街の人たちは大丈夫なのか。亮太のおじさん、柳さんも。急ぎましょう。
じいちゃん。ちぇ、なんとか子供らだけでも。ラアスカさん、小僧もか。タカ兄、じいさんも話は後だ。ここは任せて避難を。なんとかなったか。しかし今の、前にしおりを襲ったのと同じタイプか。ええ、同じ種類の怪がいないわけじゃないけど、今まで町で現れたものが復活しているのかもしれない。キセ、マジかよ。皆さん、タカ兄たちは大丈夫だったか。まあ、詳しい話は後でわしの方からしてやろう。お二人とも本当に無事でよかったです。ああ、まゆちゃんたちもな。改めて状況を教えていただけませんか。そうですか、ネメシス本部とも。ああ、電話はもちろん通信も途切れちまっている。おそらく森宮氏そのものが外界と隔絶しちまってるんだろう。外からの助けは期待できねえってわけか。おまけにいつまたグリードが現れるかもわからねえ。はい、なんとかしないとっておじいちゃんと話してて、ちょうど準備をしていたところなんです。準備？そうか、魔除けの霊具ですね。ああ、こんなこともあろうかとそれなりに作ってあってな。蔵から持ってくるから設置するのを手伝うがいい。これでひとまずは大丈夫ってわけか。ええ、カイもこの一角には簡単に近寄れなくなったはずよ。あのサイズであそこまでの範囲をカバーする結界具、さすがは治兵衛さんですね。へえ、伊達に霊具職人は名乗っちゃいないさ。しかし孤立してるってな、依然変わりはしねえ。補給もない今、正直なところどこまで持つかわからんが。他の場所もこんな状況ってわけか。なるべく急いで様子を見に行った方が良さそうだな。どうか
か残りの結界具も持って行ってください。お二人ならきっと役立ててもらえると思うし。小僧、しっかりとジョーちゃんを支えてやれ。お前たちならこの状況もなんとか乗り越えられるはずだ。マユちゃん、ジヘイさん。ああ、任せてくれ。さてと、次はどこに向かうかだが。ってどうした、妙に考え込んだ顔して。いえ、やっぱりサイフォンの通話が使えないのは厳しいと思って。外界との連絡は無理にしてもこの先きっと必要になるわ。確かに、ヒイラギは何とかできないのか。確かサイフォンはもともとネメシスが開発したって話だが。さすがに無理ね。私は技術者ではないから。山岡さんなら力になってくれそうだけど。ヒイラギの下宿先のカフェのマスターか。だったら次は踏切を越えてレンガ小道に行ってみるか。ユキノさんが無事なら情報も手に入るかもしれねえし。え、それがいいと思う。準備ができたら早速出発しましょう。
ちしてますね。何？放ってはおけない。一匹残らず片付けるわよ。今ので全部みたいね。お疲れだったわね。ユキノさん、やっと目覚めて行動を開始したみたいね。アスカ君も無事で何よりだ。マスターもご無事だったんですね。で、どうして俺が気を失ってたことを知ってるんすか？企業秘密よ。この周辺の住民は屋内に避難しています。二人とも一旦。危ねえ。お見事です。とりあえず持ってきた結界具を設置した方がいいわね。それが終わり次第カフェで一服しましょう。こちらも外界との連絡は全く取れていない状況です。どうやら時空間を隔絶する不可侵の結界のようでしてな。脱出することはもちろん、外からの侵入も不可能だわ。裏の三勢力もさぞ手をこまねいているんじゃないかしら。やはり外からの助けは期待できそうにないですね。森宮にいる私たちだけで何とかするしかないでしょう。だな。で、そんなあなたたちに朗報よ。 XRC メンバーの消息情報が入ってきているわ。本当っすか？場所は定かじゃないけど、市内のどこかにいるのは確実ね。今ちょうどツテを当たっているところよ。そうでしたか。よかった。とりあえず無事みたいね。ああ、なんとかして絶対に合流しねえとな。噂をすれば。ちょっと失礼。ってサイフォン繋がるんすか？マスター、ひょっとして。ああ、サイフォンに搭載された特殊モードを使っているんだ。あくまで限られた範囲だが、
端末同士が直接通信可能になる。何かと必要になるだろうし、後で設定方法を教えておこう。ありがとうございます。助かるっす。お仲間の情報よ。ソウルデバイスを持った学生が記念公園で目撃されたわ。この近くか。例の柱もある場所ね。二人ともどうか気をつけて。せいぜい健闘を祈らせてもらうわ。了解っす。万全の準備をしてから向かいましょう。いらっしゃい。それじゃあね。はっ。